2007年10月9日、午前4時。関西在住のビッパーたちは、一つのスレに集合しつつあった。関西テレビの夜景を映してるところに。夜景を映し出す映像の中、なぜか画面が赤く染まってしまう。西のスレ民たちはそれをお祭り気分で実況し、それぞれ赤くなったテレビ画面をアップロードしていた。そんな中一人のスレ民だけは、窓の外から赤い光を照射されたと全く異なることを言い出す。改めて別スレの一致となった彼に対し、大きな災厄が降りかかることを、スレ民たちはまだ知る由もないのであった。猫がいる。いやめっちゃ赤いだけなんだけどね。まだまだ夜も深い午前4時、フジテレビ系列、関テレこと関西テレビを見ていた2チャンネラーは、奇妙な現象に遭遇していた。猫が血だらけで赤いのか。俺も見てた、ちょっと怖かった。また赤くなった、なんなんだこの関西テレビ。なんで赤いのこれ。気になってテレビつけたじゃないか、赤い。夜景を映していたはずのテレビ画面が、突如真っ赤に染まったのである。今から映りに行ってくるかなどこがいいだろう。これは事件の匂いがプンプンと。誰か映ってこいよ。なんだろう、みんなで見てると思うとなぜかワクワクする。これって重曹付近だよね。手前の道路の車事故らねえかな。深夜4時に異様な現象に遭遇しているにもかかわらず、スレの謎の一体感により、続々と同志が集い始めていた。今気づいた、部屋暗くしてテレビだけにしてみ。すげえ不気味になる。思ってたより赤くてビビった。赤い、赤い、赤い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 。赤な味がいい。お前ら赤い部屋って知ってるか。皆が赤く染まったテレビ画像をアップし、お祭り騒ぎになっていた。さらには教育テレビまで様子がおかしいことがわかり、今日何かが起こる。スレはさらなる盛り上がりを見せるのだった。そんな中、なあ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 窓から赤い光照らされたんだけど、なあ外から赤の光これ何？救急車とか来てないんだけど。これは、マジ怖いんだけど。盛り上がるスレにただ一人、全く別の現象に悩まされる男が現れた。それは窓に映ってるのか？マンション。窓、障子付き、マンションじゃない、まだ照らされてる。勇気を出してオープンザドア、そしてウプ。どうやらお迎えが来たようだな。消えた。その後もお祭り気分のスレ民を尻目に、PC やってる側の窓が赤なった。向こう側俺の庭なのに、誰か入ってきてるボイ。見てくるわ。お前フラグ立てすぎ。大丈夫か？マジわけわからん。なあ幽霊って足とかがないとかじゃなくて、マジで外見から見たら人なの？お帰り、霊だったのか。すまんトイレから出れんかった、恐怖で緊張したからかわからんけど重い。別スレの庭のやつは違う。てか偶然すぎ。書きたいことあるんだが戻ってはトイレのループ、待ってた人すまん無理ぽすまん。続き気になる人いないと思うけど、個人的にこのままじゃヤバいんで落ち着いたら改めてスレ立てようと思う。これ書いたら釣り臭くなるけど、乗り移られた気がしてならん。待ってた人すまん。関西テレビの風景見てたら取り憑かれた。今頭回らんくてこんなスレたいしか思い浮かばん方。みんなすまん方。恐怖により書き込みが続けられなくなったという彼は、落ち着いたら自スレを立てると宣言し。なんだよどうなったのか気になるじゃねえか。オケ関西テレビ入れてくれれば検索する。スレ民たちもそれに答え、朝を迎えた午前6時。一旦スレは落ちるのだった。日付が変わって、10月10日午前0時18分。昨日待ってた人いるか？落ち着いてきたから続き書こうと思うんだ。昨日はすまない。約束通り彼は新たに一致となり、関西テレビの夜景見てたら取り憑かれたというタイトルでスレを立てた。昨日関西テレビの夜景を映してるところにっていう、関西テレビの夜景が異常に赤いって内容でスレが立ってたんだ。ちと今からわかりにくいけど昨日書き込んだレスまとめていきます。怖い。お、昨日そのスレにいたよ。一致は詳しく状況を綴り始める。はっきり言ってオチもないし面白くないかもしれんが、昨日の詳細も含めて書き始めるぜ。俺の部屋には窓が2つあるんだ。玄関側と庭側、まず最初に玄関側の窓が赤く照らされたんだ。正直関西テレビの夜景でビビってたから、窓が照らされた瞬間声上げてビビった。でも冷静になってパトカーか救急車だろとか思って放置してたんだ。でもその尺光が不気味な動きしてることに気がついた。不気味に動いててさ、尺光で字を書いてるような。もう俺超怖くて震えてたんだよ。こんな経験したことないし、関西テレビの夜景見てただけなのにって。
で、その時見たハンターハンターの表紙と目が合ってちびりそうになった。いや、だいぶちびった。ついでに俺の部屋電球切れてて、電気つかないからどうしようもなかった。いろいろ考えて障子開ける覚悟できたんだ。で、障子開けようとした瞬間、灼光が消えたの。その瞬間体験したことないくらいホッとした。障子開けようか迷ったけど、チキンだから開けないことにして PC の席に戻ったんだ。PC の席に戻ったのはいいんだが、玄関の方から庭にかけて近づいてくる音がすんの。俺は冗談じゃねえぞと硬直してた。で、PC の向こう側が庭側の窓になってるんだけど、明らかにそこにいんの。庭が砂利石だから音がして誰かがいるってすぐわかった。つまり仕掛け人が移動したと？家族は？家には家族誰一人いない。あと除霊とか詳しいやついないか。続き書いていきます。砂利石の音が止まらんかった。ジャリ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 ってずっと PC の向こう側で音がするわけ。そんなこんなしてたらまたもや灼光が照らされた。俺は怖さ紛らわすためにビップに書き込んでた。誰か友達に携帯で電話とかしてみたりすればよかったのでは？この件について心当たりは？でもただのいたずらかもしれないと思って、庭を見に行こうとしたんだ。でも体が見に行くの拒否した。仕方ないから障子が破れてるところからあっちの姿確認することにした。友達いない。で、見たら離れてながらもちゃんといるんだ。障子から見てみると、覗き込んだ瞬間、いきなり目が合ってしまった。足踏みしながらニヤニヤしてるおばあさんが、灼光のライトみたいなんを両手に持ってた。イメージ的には感染って映画に出てくる精神障害者のばあさん想像してもらえるとぴったり合う。っていうか、なんかあるなら今から見に行ってやるよ。ヤバけや助けてやるよ。おばあさんに不法侵入された一致に、一部のスレミンは救いの手を差し伸べようとしていた。オカルトに詳しいですか？正直今も体重くて体調悪い。除霊とか詳しい人いたらお願いします。これはもうあれだろう。多分一秒も見てられなかったと思う。そして俺は今まで体験したことないくらい震えてた。俺は怖くて布団の中に閉じこもった。いいから現在地をもう少し大阪人にはわかる程度に書いてみ、今こちらには何もない。すまん大阪じゃないんだ。わかりやすく言うと京都の南のウトロ地区があるんだがそこら辺に住んでる。ちなみに俺は違うぞ。俺は違うってなんだよ、意味がわからん。ウトロの住民じゃねえってことだろ。ちょ、俺しない。こえええええ。そういうことだお。ちなみにウトロ地区ってのは、変な怨念の文字みたいな看板があらゆるところにあって気味が悪いところ。一致の言うウトロ地区は京都でも、よく話題に上がる場所であった。この動画での詳しい言及はしないので、興味のある視聴者は自らの手で調べていただきたい。ちょっとウトロの画像ウープしてくれよ。ないなら、今から取りに行ってこい。すまん俺2年以上外に出てない引きこもりなんだ。すまんの。近くのスネークいたらそれこそ画像ウープ頼む。悪いこと言わない。今日は誰かに来てもらいな。うん、そうだよね。特にあの辺は危険だよ。私の友達、飼い犬バラバラにされた。誰かを呼んではいけません。まずは北に行くこと、それが無理ならじっとしていること、ここへの書き込みも一切やめること。触発される人をこれ以上増やすとまたあなたに帰ってきます。お前もうこれ以上それについて話しちゃダメだ。今のビップじゃそれ知らない人ばっかりだけど、昔それで祭りになって死人も出たんだぞ。お前は夢を見ていた。それで良いじゃないか。一致は続きを書き込もうとするが、ニョッキの忠告に顔面蒼白のようだった。でもどんどんジャリジャリって音がでかくなってきて、おばあさんが窓付近に迫ってきてるのが分かった。俺は布団の中で涙目。数分経ってジャリジャリの音が聞こえなくなった。音が聞こえなくなったと同時に、布団の隙間から少し覗いてみた。灼光も消えていて帰ったのか？と思ったら、俺がさっき覗いてた障子の隙間からおばあさんこっち覗いてた。俺は俺の家で唯一電気がつくトイレに音速で入った。ここで10分ぐらい意識なくなった。怖い話ではありがちな話だけど、俺はもともと転換持ちでパニックになるとよくある。気づいたらネゲロ吐いてて体がずっと重かった。ネゲロを吐いたとはいえ、その後一旦落ち着いたという一致は、家の状況について語り続ける。はっきり言って、俺が一人で住むには大きすぎる家に今住んでる。両親は近所のトラブルで引っ越して俺一人だけここに住んでる。今日も来んのかな？怖えよ。そのトラブルってのは？騒音とか10時に電気全部消せとか。だから俺の家はトイレ以外電球なし。近所で、とりあえずもう引っ越せよ。それが一番だろ。
なぜお前は引っ越さなかった？俺ニートだし引きこもりだし家族と一緒に家にいても暗くさせてしまうだけだから、それが理由で一人で自宅警備員してる。お前らが今日も来るみたいなこと言うから障子の隙間塞げた。警備務まってねえ。マジで自宅警備員じゃないか。自宅周辺も巡回しろよ。外回りも警備するんだ。あと、今のうちにトラップ作って仕掛けようぜ。どう見ても近所トラブルです。本当に。まあ一は疲れたわけじゃないから安心していいよ。体調悪いのは精神的に疲れてるからで、気絶するくらい怖い思いしたなら当然だろうし。今日も来たら警察呼びますよって言ってやれ。とりあえず何も起こってなければよかったです。今後何か気象現象や身の回りに起こったことなどがあれば、にちゃんや他のサイトでもいいので、相談してください。誰かが見つければ、科学的または非科学的な観点で、アドバイスしますよ。スレミンたちはそれぞれにできる形で一致にエールを送るのだった。そんな中、事態はさらなる展開を迎える。母ちゃんに電話してる。見つかったの？だって。電話終わった。どうやらこの家に人が住んでること隠してたかったらしい。目があったよって話したらあんた今すぐこっち戻ってこい言われた。多分ビップ見てなかったら速攻迎えに来させてた。でも今の俺は違う、ワクワクしてるんだ。マッマからの祈祷命令が出されたが、スレミンからエールを受けた一致は、自信に満ち溢れてきたのか、防災野人のようなハイテンションな様子を見せる。全部昨日あったこと母ちゃんに話したんだ。そしたらすごい慌ててさ、見つかったの？って覚え。今すぐ戻ってきた方がいい。迎えに行こうか？って聞かれた。俺はもうちょっと考えるって返事した。絶対今夜も来るよ絶対。って焦ってた。まさか、覗き返すつもりか？逆に窓から覗く把握した。障子に穴開けてくる。心配してくれてありがとな。時々吐き気がするけど霊的じゃないって分かったから安心してきた。障子取っちゃえよ。正直生まれつきチキンのため障子取るとか無理す。挑発方法いい方法ないか？挑発よりもまずは、また赤いライト持って現れたらそれを障子越しでもいいからウプだな、できるか一よ。やってみる。俺はビップのスターになんだ。明日には母ちゃんのところ行くが。さてそろそろ行動していきたいと思うがどうしようか。とりあえず家の電気という電気を全部つけたら？テレビぐらいしかないがつけた。お前ら注意点ありがとう小型の電話と金属バット横に置いたよ。さらに漫画や雑誌で武装するよう指示された一致は、武装したことを画像で示すとともに、自らの自慢の肉体を見せつけるのだが。ガリガリかよ。見るからに鎧いぞ。163-39 だぜ。ほせー。病気、絶対死ぬな、そのスペック。ちなみに身長163センチの男性の適正体重は 58.45kg なので、いかに一致がヨロヨロかがわかるであろう。メガホン叩いて待機中。頑張れ、超頑張れ。まあそのスペックでもババアには勝てるだろう。バキ読んでるしシャドーボクシングもよくやってます。うるさーい。歌いながらメガホン叩いてたらガチでうるさーいって女の人がガチで叫んできて自重してた。バロス、そりゃ怒られるわ。釈光のババア挑発しようと思っただけなのにテンション下がった。怖かった。おいこらふざけすぎだ。女はどこから出てきた？まさかこんな時間に外を一人で歩いていたわけではないだろ。わざわざ外まで出てきたっぽい。てか多分顔は知ってる人。昨日のババアではない。自信に満ち溢れていたところ、出鼻をくじかれた一致であった。母ちゃんから電話かかってきた。電話終わった。昔犬殺されたことやガラス割られたこと、あの人たちは何するか本当にわからない、など気をつけてって内容なだけだった。このまま朝が来れば一番良いんだけどな。夜通しハイテンションで過ごし、自分の上裸写真をアップするなど余裕を見せる一致だが、4時20分、その時は唐突にやってきたのである。ふわふわー。はぁ、怖かった。やばい、来たかも。数人家の前にいるかも。家の前で話してる。窓開ける勇気ない。玄関側窓から確認してみた。4人いる昨日のババアも、手にいっぱいなんか持ってる。落ち着け、素数を数えて落ち着け。けけけけう。逃げろマジで。事態が急展開を迎える中列数が1000に達してしまう。すぐに地スレが立てられ、見つかったら死ぬ気がする。まだ家の前釈光なし。やばいやばい、釣りじゃなきゃ一死ぬって。
和解できないのかそいつら。逃げろって。電気つけて母親に電話しろ。大丈夫だ、俺たちがいる。窓になんかぶつけてきた、多分石。怖い、吐きそうだ、助けて。庭入ってきた。一人玄関のドア叩いてるんだが。バット隠しながら玄関出てみれ。お互い誤解してるんかもしれんぞ。マジで日暮らしレベルの誤解が惨劇を。助けてやるから番号か住所書いて。助け立ちしようとするスレミンも現れるが、一致の状況はより絶望感を増していく。電話繋がんねえ。でろくそがくくそ。はい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 、庭側の窓赤く染まりました。ちょめちょめしたかった。玄関窓も庭側の窓もどんどんた叩いてる。お願い釣りと言って怖い。じゃあ金属バット持った。マジ怖い。今一時的にかしらんが収まっさ。来た来た。どっか窓割れた。逃げる。おいマジかよ。うわー。心配するスレミンをよそに、一致は消息を絶ってしまうのであった。その後は釣り説、死亡説、それぞれが囁かれ。なんか世田谷区の一家殺人事件思い出した。あの事件、死亡推定時刻付近にネットアクセスした形跡が確認されてるんだよな。他の凶悪事件との関わりの可能性も追うスレミンも現れるのだった。しかし、一致がスレに再び現れることはなく、このまま事件は幕を閉じてしまうと思われていたが。事件から1ヶ月近くが経過した。2007年11月9日、午前6時前。一部のスレミンは避難所スレを作り、一致の帰りを待ち続けていた。おはよ。本当は降臨せず風化するの待とうと思ったが、新垣さんの頑張ってる姿に心打たれた。話せること少ないけど少しの間話すよ。通過誰もいないよな。なんと1ヶ月の時を経て、一致は帰ってきたのだった。何から話せばいいだろう。早くまとめろ、3分待ってやる。ゆっくりあの後のこと書いていくけど、お前らが想像してるほど怖くも面白くもないんだぜ。余談だが今では家を引っ越し、新たなる場所で自宅警備員を務めております。あれから3キロ痩せたよ。おーおいち、無事でよかった。まだ自宅警備員なのね。3キロ。ゆっくり待つから朝ごはん食べろ。10月10日の最後の書き込みを書き込んだ直後、俺は慌てて金属バットを片手に持って逃げようと試みた。俺の部屋の襖を開けて逃げようとしたら、一人の男がリビングに入ってきてた。割った窓から入ってきたらしい。その男は見るからに目がいってて、外人っぽかった。そんで手には銃持ってたから、その瞬間俺死んだって思った。ついでに男顔小島よしおにそっくりだった。それと銃っていうかショットガンみたいなやつな。よしおは戦じゃあってすっげえ大声で叫びながらショットガンを俺に向けてきた。俺がダメ元で玄関から外に出ようと思って駆け出した瞬間、俺に向かってよしおは連射してきた。玄関まで駆け出した俺は、耳や首に数発 BB 弾を当てられた。声上げるぐらい痛かったけど玄関の前まで逃げてドア閉めた。だけど外の玄関前にも人がいて玄関ぶっ叩いてる。よしおの大声に反応したのかリビングにもう一人来たみたい。よしおと何か大声で話してて殺すってのが聞こえてきた。もう慌てて外の玄関前にいるやつぶっ殺す勢いで、玄関のドアの鍵開けて外出た。外のすぐ玄関前に奴がいるって分かってたから、勢いよく玄関のドア開けてぶっ飛ばそうと思った。早くしないとヨシオらが来ると思い迷うことなく実行した。まず素早く鍵を開けて、ドアノブに手をかけ、握力かける体重かけるスピード、渾身の力を込めてドア開けた。力を込めてドアを開けた結果、俺より体型が小さいババアが少し吹っ飛んだ。よく見ると初日に赤いライト照らしてたババアだった。相手の両手にはペンライトのようなライトのみ。凶器はないと判断して、俺は片手に持ってた金属バットで足に突きを入れた。ババアは下に倒れ込んだ。手加減して突き入れたつもりだが痛かったらしい。ちょっとやりすぎたって思うけど正当防衛だからいいよね。そしてヨシオたちが近づいてくる音がしたので俺は逃げた。よく見ると俺の家の前に自転車が2台ある。俺の体力で自転車から逃げ切るのは無理だと判断し、俺は自転車をパクリ逃げることにした。逃げ切れるか不安だったので、もう一つの自転車をこかして思いっきり自転車をこいだ。後ろからヨシオがショットガン発砲してきたが俺は避けまくった。俺はもうダッシュで交番を目指した。そして通報して今に至る。通報して、奴らは捕まったのか？無事捕まりました。みんなババアの子供だったんだ。ちなみにここから先あんまり話せないこと多いんだけど、警察このスレ見てるぜ。実況してたスレもチェックされてて、画像消せって指示も警察。
警察の人見てる？生きててよかったお。でもこの事件で精神的に結構やられまして、ご飯もあんまり食えない状態なんだぜ。てかお前らあんまり警察煽るなよ。それが警察にマークされるという、不測の事態が生じつつも、一致は危機から生還したことが明らかになった。そして新事実なんだが、ババア家族はウトロじゃなかった。近くの不衛団地に住む奴らでした。ウトロ地区の人らとトラブル結構起こしてたみたいで、時々深夜に現れては窓割ったりしてたみたいな人たちなんだ。ま、報告はこれで終わりだ。お前ら1ヶ月おつ。こうして事件は解決した。取り憑かれた、ということから、霊的なものの関与が疑われたが、結局怖いのは人だった。というオチで話は終わりを告げた。その後スレには平和な空気が流れ、無事にセンレスを迎えるのだった。俺が本物のイチかどうか信じるのはお前ら次第。じゃあの。